山田レイジのジークジョン。イエーイ。立てよ国民、ね、ジークジョン。いや始まりました、ここ、皆さん今日ちょっと時間早いんでね、ちゃんとコメントでも返してくれてるな。ジュクジョン、うん、ありがとうね。いやこれも相当みんなね待ってた企画なんでね。ガンダムとお前だけだろ。お前だけだろ。いや俺と三国志だろ。お前待ってる。俺が待ってるってことは、うん、もう世界中の人がすごいな。お前世界しょえる。しょえるしょえる。しょってんな。ミーハー、ミーハー代表からの俺。まあ本当もうマスメディアですからね。先々週も言いましたけど。ということで、マスメディア。歩くマスメディア。今週も始まりました。春分の日ですね、うん、皆さんお元気にしてますでしょうか。ちょっと東京はなんか雪が、うん、マジですか。レイさん出てくる時は降ってました。降ってなかったまだ、うん、我々はあの、うん、昨日の深夜1時半頃出発して、うん、上野を、はい、うん、でまあ雪になる前にね、うん、とこう箱根を越え、うん、朝風呂入り寝た。さあちょっと寝たんすか。寝てないといえば嘘になりますが、寝たかと言われると甚だ疑問ではありますね。道中ね楽しかったね。楽しかった。今回もちなみに1時出発だったんですけど、1時半出発になったのなぜかって言ったところはもうちょっとやっぱり望む先生がゲームをやめられなかったんで。違う違う違う、また上野でゲームされてた、うん、あれはあの光栄の仕様が、あのね、やめようかこの話。今日タイトルいかなあかんから。そうテーマ重いから。そうなの、うん、そうなんです。我々実は今日今日は、うん、まあ前から言ってた通りですね、はい、ここ名古屋に、はい、名古屋大須、うん、のとあるパソコンショップにね、うん、来ております、はい、しかも観覧者がもうすごいですよ。何人来てるのこれ、うん、150、60そう盛るなとちょっとね盛るわなということで本当にありがとうございます。東海メンバーの皆さん初めましてですね。そうですね、はい、よろしくお願いします、はい、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。いや、何時ぐらいまで放送するの、まあ、もちろんそれはね、うん、2時間ぐらいですよ、いつも通り、うん、そうですね、いつも通りいつも通りタイトに行きますよ。うん、うん、気持ちはねちょっとね物足りないぐらいがいいですもんね。そういつもそうなんですよ。やりすぎちゃいけないなと思うんですよ。腹八分目と言いますからね、うん、ね、のぞむさん、はい、いや俺今日は特に喋んないから。あ、レイジさんがもうね充実する。お前絶対喋るよな。いやいや絶対喋ることは喋りますよ。そりゃそうだろ、うんうんね、俺より喋りたいだろだって、うん、いやそう、俺ガンダムに関しては喋りたいことはないんですよ。え、どういうこと。何なんですか。じゃあ俺よりも諸先輩方の方がすごいから。そりゃな、うん、特にリアル世代と、うん、なんていうだから岡田さんとか。お前82年生まれだろ。1年だからガンダムよりもう若いんだ。そうです、俺のガンダム最初が F91 とか、うん、その辺なんでもう90年代なんですよ。でビクトリーでテレビシリーズみたいな感じだったんで、うん、もう全然、うん、でロボット大戦とか、まあ、再放送の再放送、うん、SD の人多いね。あ、そうですそうです、うん、ガチャポン戦記をファミコンでずっとやった。今の若い人 SD とあとシードなのね。そう、シードね、種何か、シードに何かありますか。シード問題、こんなに顔で喋る。そんなにシード許せない。ね、許せる許せないって、あれはもうなんかちょっと違う。え、ガンダムに入れないの。なんか違うよね。思う人も多分半分ぐらいいますよ。あ、ガンダム好き、ガンダム好きってシードが好きっていう人と、そうなんだ、シードを認めっていう人は半々ぐらいになります。え、シードって100話もあるの。そんな、いや、あれだとディスティに合わせたら、うん、え、そんなにワンとツーということで。へえ、そうなんだ。まあ、シードの話じゃないんで今日。お前と同い年ぐらいかなと思ったら、そうじゃないよ、しみちゃんの方が近いね。しみちゃんはもう79年だから。しみちゃんはしみちゃんの初だ、あれはガンダムはゼータガンダムです、ね、おお、はい、ほとんど覚えてませんほとんど覚えてない、ほとんど覚えてない。ありがとうございます。でもあなたダブルゼータのさ、うん、モビルスーツ好きなんでしょ。ダブルゼータのモビルスーツだって髪の毛髪ゆうじしてきたんでしょ。髪ゆうというか、まあ、ガンダムこれだから、え、ドラゴンズカラーですよ。え、あ、そっち先週言いましたよ、これ中日ドラゴンズ、ドラゴンズ、俺はてっきり神尾に寄ってたのか。まあでもこ名古屋はほんまにあのガンダムとは縁が深くて、あのメーテレっていうんですか、あの、うん、まあ放送の名古屋が作ったの、そう、基地局というかなんていう意味、うんうん、で、あとまあ中日といえば落合、うん、落合といえばガンダムマニアですもんね。もうね、落合、え、そうですよ、それは本当に有名、有名ですよ。へえ、そうなの。もう全然プラモとか全然、え、俺ガクトだけだと思ってた。全然落合の方がもう
先輩みたいな。格はね。落合さん。格はもう三冠王ですよ。え、それ関係ある？恐る恐る。それ関係ある？まあ、シーズン中にねプラモ作るの禁止されてたぐらいですからね、奥さんからね。え？もうやっちゃうから。ガンプラ作りながら野球やってたの。やっちゃってた。そうですそうです。なんならもうガンプラ作るついでにですよ、野球ですよ、三冠王、はい、ガンプラの合間に三冠王、そうそう、あえて器用さを磨いてこう、あ、そうなんだ、クリフトですよ、まあ、いつまでこんな話するんですか、ほんまですよ、うん、はい、ということで、今日からね、本当に3週連続、ファーストガンダム劇場版3部作特別編というやつなんですけど、うん、やつをやるんですが、うん、その前にやっぱりちょっと包括して、俺、うん、まあ、この企画をね、うん、ずっと待ち焦がれていたのは、まあ、やっぱり僕なんですけど、そうでしょ、でやっぱりそのシャアアズナブルっていうのをね、うんうん、そのレイさんにね、どういう風にこう紐解いても、うん、ね、そういうのを聞きたいなっていうのがあって、ずっとカウンターでレイさんそのサングラスでこうやってた、そうそうシャアにしか見えへんから金髪にしてくれたらもうすげえ坊やって言いたくなるあれ何なんでしょうね、ガンダムのセリフの言いたく なる感じ、そうそう、うん、なあ、40年続いてんだよこの感染力のセリフの力って、ね、あんまり聞いたことないな、うん、だから何ガンダムやと何世代っていうと大体どういう世代か分かるみたいなことになってこの国は、それもやっぱ含めて、お前だってフランス万歳って言いたくなる、フランス万歳だからもうベルバラといえばフランス万歳じゃん、全然言いたくないっす、そうだからガンダムばっかりだよねみんな、ガンダムですね、うん、ガンダムの後にガンダム親父にもとか親父にもそうですけど、何万回言ってんだろうなっていう、ザクとは違うとかそういうの言いたくない、どんだけ言いたくなるんだろう、なんでしょうねあれ、うん、ヒロもむっちゃ言いましたしね、うん、見るたびに蘇ってくるでしょ、言いたくなるでしょ、いやなんか、うん、なんだろうな、なんでしょうねあれね、なんなんでしょうね、しかも嬉しそうだよな、嬉しいですよそれは嬉しいんだあんなにおっさんが活躍するアニメーションもないし、あ、やっぱそこだと思う、そこもあるし、そこだと思う、あとなんか年齢を重ねるたびに、うん、やっぱり違う見方になってるというか、どんだけおっさんのバリエーション多いんだっていう俺だ前ほら おっさん48の企画考えてたじゃん、そのかそんなにおっさん書けないもんねでも俺安彦義和と千葉哲也と水島真嗣がいれば48人いけるぜ480人いけるか、10個できますよ、でもあの世代は本当におっさん書くのうまい、ほんとすげえなと思って、ガンダムはそれすごいそういう力あるね、うん、ちょっとこれアンケートしたいね、うん、田淵さん、うん、そう、あ、俺経由で感染させるの、なんかガンダム全く見たことない人ってどんぐらいいるのかなと思って、ガンダムはガンダムでいいんですか、まあ、ファーストガンダム、うん、見たことないと、うん、てか会場にいる人で今日ヤンさんは知ってるけど、ヤンさんは知ってるけどガンダムだからどうしようか迷ったっていう人も何人かちらほらね聞いてるんですけど、うん、全く今日までガンダム見たことなかった人ってどれぐらいいますか、手挙げていただければ、めっちゃ少ない、でもやっぱ少ないいらっしゃいますね、うんうんうん、おー、うん、まあじゃあ、ね、まあ知ってる体でとりあえず行きましょう、そうね、うんうん、ほぼほぼって感じで、え、じゃあアンケートどうする、アンケートもう行けます、いいか、あ、そうだね、はい、うん、じゃあとりあえずこれ、うん、視聴者の皆さんもぜひぜひちょっと参加して、機動戦士ガンダムファーストガンダムですね、見たことある人は1を、ない人は2を押していただければ、うんうん、リード注意の苦労がね分かるとかってね、うん、それも社会人になると分かりませんよあれね誰でしたっけすいません、本当すいません、僕ほぼ素人やと思ってください、ルナ2からね、はい、あのあれサラミス1個だけつけさせられて、あああの人か、分かりました、はいはい、あ、やっぱこれがこれがジャパンだよ ねまあそうですね、サザエさん見たことないみたいな感じになっちゃってる、劇場だけは 見るうちに入らんぞっていう厳しい意見とかね、あらららこれもあるんですよ、劇場版が好きっていうのとテレビ版が好きっていうのとね、これよだから前回の怪獣会に引き続いて、はい、ガンダムも大変でしょ、そうです、ね、最初に謝っとかなきゃダメじゃん一元です、にわか、ね、にわかですいませんでした、はい、っていうところから始めなきゃダメなんじゃない、なるほど、うん、で、はい、その話からじゃあしますね、じゃあ行きますか、じゃあタイトルコールしていいですか、はいはいはい、お願いします、せっかくなので、はいはいはい、君はシャア・アズナブルという男を知っているかね、指導、はい、あ、夢が叶ったこれをね、正式に言いたいということで、はい、お願いします、はい、まずですね、はい、ま、いろいろガンダムを見まして、は
はい、まあその俺富野さんに会いに行ってんのにちゃんと見てなかったっていう、まあ、不届き者でそういう意味では強者ですよねだけど周りはほらガンダム見てるわけじゃない、はい、だからそのセリフもガンガン聞くしさ、隣で見てるやつもいたるわけじゃん、その部室で見てるやつとかさ、まあ、だからさ、そら知らないわけないじゃん、それで逃げられるわけないじゃん、ガンダムからこの国にいてさっていうのはまあありましたよ。ちなみにファーストガンダムはレイさんは何歳の頃、79年なんで、だから要するにこれすごいびっくりしたんだけど、はい、いろいろ調べてびっくりしたんだけど、はい、79年から80年にやってたガンダムってね、はい、要するに俺当時14歳なんで、おーおーおーアムロじゃないですか、ほぼアムロ、そうなんほぼアムロ、そう、アムロレイジじゃないですか、アムロレイジですよ、アムロレイジ、ね、名字、そう名字が名字ですだから ランニングシャツにさしましまのトラックスでほっといてくれよっていうそういう世代、機械じゃなくて漫画ばっか描いて、漫画ばっか描いてよせよなるほど、クセっ気やし、そうそうそう、うんうん、怖いの嫌だしね俺そうそうそう、怖いの嫌だし、びっくりしたよ、だからああそうか、団塊世代のあのなんつうのかな、あの初期のね、富野さんって、はい、まあ実質的に雑団塊ではないのね、60年安保なんで、団塊よりも前なの、しかも戦中なんだよ、だからあのだって戦争開戦とともに生まれた男だからね、1941年生まれなんだよ、はあ、だから1941なので、はい、しかも11月に生まれてから、あの人生まれる途端にパルハバだから、あもう富野とともにアメリカ攻めてる日本はすごい、富野とともにアメリカを攻めて、富野生まれたらもうすぐトラトラトラ、ウルフヘをトラトラトラみたいな、ね、語弊が多すぎてでそっからざっくりした番組です、そっからあの地獄の歴史が始まるわけじゃん、日本ってさ、はいはいはい、富野の地獄の歴史がそっから始まるわけだから、いろいろとその日本がこう没落していくのと同時に富野の人生が始まるから、はい、いやもうだからすごい面白い、その歴史からいくと、なるほど、ね、そして M 宮崎、あ違う、いや M 宮崎じゃない、早尾宮崎、H 早尾M 宮崎って誰よ宮崎宮尾、宮崎宮尾宮尾さんです、あの人の生まれが岸くも1941年、同じ年、同い年なんです、はい、俺たちはあの同い年の2人にやられまくってる、この国はね、ボコボコされてますよね、 そして何かしらの引用を感じる2人でもあるっていうさ、で同じ仕事もしてるでしょあの人、あそうなんですか、そうだからなんかなんだろうな、その辺からまためちゃめちゃ面白いなと思ってしまって、今日はだからいろいろその話を、まあそのかな、気がついたことが山ほどあって、だからこう終わるのかなちょっと心配だなって思ってそうそうそう、まあ、来週もあるんで、はいはいはい、そうそうそうですね、はいはいはい、でね、なんつうんだろうな、当時のね空気から言うとね、80年じゃん、で15歳っていうその時代って、まあちょっと時代的にはまさに漫才ブームで、へえ、なんつうかな、さっきも話したんだけど、山口百恵から松田聖子の時代なんだよ、はい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 、山口百恵がマイク置くじゃん、はい、あのマイクって70年代っていうマイクだからねめっちゃ重いやつだった、めっちゃ重いやつめっちゃ重いやつ置いちゃったんだ、はい、軽くなっちゃったから、なるほど、そしたらもう聖子松田と田原俊子登場だから、はい、トシちゃんがと人参娘だから、だから時代がもう全部変わっちゃって、はい、うわなんだこれっていう時代にガンダム登場、ガンダムでちょうどその境目なんで、うん、だから苦悩のその段階の挫折、敗戦段階の二重の挫折を食らった重いコンテンツの流れと、そういうのもういつからっていう軽い時代とのこうちょうど潮目に生まれて、うん、だこれはなかなか面白い、ここだからこそ生まれてんなっていう気がする、で俺は その時代に超うざかってね、そのガンダムオタクが。おっだからもうその時代はなんつうのかな、このバンドとかその MTV みたいな時代になってたし、そのなんかそのリア充自体が到来するわけ一気に、うんうんうん、そんであのみんなその海行かなきゃいけないみたいになってるわけだよ行かなきゃいけないかったんですね、そう、はい、なのに夕方再放送のアニメを見るためにみんな帰るみたいな、それはオタクたちは、へそんでニュータイプ持ってくるわけだよ、でそこにガルマが書いてあって、はいはい、ガルマ様って言ってん、女子が、女子が、女子が、だから今考えると不女子第一世代がそこにもいて、ほーでびっくりしたんだけど、この関係性萌えだからオリジンで出てくるこの
そのガルマとシャアの関係にめちゃめちゃ燃えてた、もうすでに80年ぐらいには。もうだからこれの薄い本は最初に出た BL の流れの一つなんじゃないの。もちろんその翼くんと美咲くんもあったけど、こっちはすごかったよ。まあそっちの方が、まあ、文学チックですもんね。文学チックだし、ね、ガチじゃん、うんうん、実はだからこれオリジン見てると分かるんだけど、うん、あもう確信犯だね。おだからさ、なんかよくあるさ、西洋の小説にあるちょっとしたその、同性愛要素って出てくるじゃん、いろんな、はいはいはい、あの小説にあれの要素がもう最初から入ってんのね。はあ、で俺富野さん多分それ無意識に入れてたんじゃないかなという気がする。でそれを安彦さん書くときに意識して、うん、あのちゃんと演出して書いてるね、この二人の関係。まあね、あシャワーシーン、そうそうそう、シャワーシーンはね、あのシャワーシーンどうすんの、長くて長くて、あなんでシャワーはさ、うん、ちょっとあのバスルームのドアをちょっと開けてシャワー浴びてたんで鍵開けっぱなしでガルマ入ってきて、そうそうそうでちゃんとそこでねシャワー浴びながら話もやって、そうそうそう、タオル巻いて出てきて拭いてっていうサービス方が多すぎて、キラーンっつってね、そうそうそう、なんだなんだどういう関係だと。でオリジンで寮にいる時に、うん、あのシャアと村田くんの部屋に代わりにガルマが入るって、はいはい、あん時もシャアはシャワー浴びてますから。シャアは綺麗好き腰にタオル1枚巻いただけで握手するじゃん、うん、ガルマと、うんっていうさ、でもなんかもうこれは絶対にあの流れから安彦さんがこれ意図的にやってるサービスかなっていう気がするね。そうね。そうでまず、俺自身も君らも忘れてるかもしれないんだけど、はい、ガンダムとは何かって話をしてしまうと大変なんで、はい、ざっくり言いますよ。本当みんなでって全員今更もうそういうこといいからっていうのはあるんだけど、うんうんうん、俺が考えるガンダムって何がやばいかって話なんだけどさ、はい、富野さん見てると思うんだけど、あのねいちいち突っ込んでんだよ、整合性がないって。で俺も整合性がないって怒られたんだけど、富野さんに俺富野さんにだって希望のライムで整合性をって書かれてるじゃん。あーそうだ、そうだって。で富野さんのインタビュー見てるととにかく整合性なんで、であの人あのディズニー あのピノキオ好きだったんだって。あれでピノキオやばいなと思って見てたんだって、はい、だけどクジラのお腹はあんなじゃねえって怒ってるそこは手塚先生と違うんですね。だけどさ鼻伸びちゃうんだぜそれはいいのかよっていうさだから鼻伸びんのはいいんだけどクジラの中はいいだろうみたいな、ちゃんとせえみたいなそういうさ、なんていうのかな、いろんなことにさ、いやだからすげえなと思うのが、美人ばっかりじゃないって出てくる人が、あそうなんですよ、ガンダムはすごいね、そこで子供も出てくるし、おじいちゃんおばあちゃんも出てくるし、おじいちゃんだからって悟ってるわけじゃないとか、はい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 、いろんな、だからそこも全部ツッコミがあると思うね、うん、子供だからっていい子ばっかりの限らないとか、やんじゃばかりの限らないとか、こういう時にはコースしてる、一個一個が現実はこうだろっていう富野さんの整合性探しみたいなさ、なるほど、ね、整合性チューニングで作られてんのね、整合性イノベーターだなあの人。ほう、だからそうするとそれまでマジーゴーとかゲッターなんとかした時に絶対整合性的にありえない合体とかしてるわけ、うん、でかわいそうなのがその富野さんちょい前にライディーンなるものやってんだよ。あら勇者ライディーン、ライディーンはいろんな大人の関係上すげえ整合性やらせてもらえないのよ。へえ。フェードインとか言って背中に背中で何か合体するの知ってる、なんか融合するやつでしょ、融合する、ね、うん、いろいろ矛盾がある。でも多分だからスーパーロボットに言ってもしょうがないだろうみたいなやつで、ね、でもその、うん、あれは富野さん的に、うん、あのそれまでのマジンガ Z のスーパーロボットものに対する戦いだった。だから実はあのその前 そのなんかザンボット3だっけ、はいはい、あの辺をよく詳しくないけど、あの辺りでものすごい戦いしてるなんか、ね、現場のスーツと、でもう死んでもいいやと思ってやってるのがガンダムっぽいんで、だからなインタビュー聞くともう何ていうの、半分以上拗ねてんだよねアムロだったんだ、アムロとしか思えない、うん、2回も言われた、ダメって言われた俺のせいにされたとかずっと文句、はい、でもそれくらい本気でやりたかったみたいな、だからその名前一つに関してもこれじゃ売れないとか言われたとか、そういうことをずっと言ってて、なんかね有名なのがガンダム、もともと富野さんのデザインではもう真っ白のモビルスーツで、それと絶対売れないからってトリコロールカラーにされたとか、あそうなんだ、おもちゃ会社であれは本人も俺あの人だって今の有名さはキューブリック超えることだからね、
今のそうキューブリックキューブリックを2001年を超えたいんだって。で2001年はだからその NASA がの延長上のイメージの宇宙船だから色なんかないわけじゃん、はいはいはい、白一色じゃん、うんうん、であとは多分余圧服だと思う、後で話しますけどお父さんが作った余圧服っていう流れがあって リアル路線みたいなでね、ガンダムの前に遡って実を言うとあのね、戦争ものってもう成り立たないんだよ、核ボタン1個で終わっちゃうから。あで実はドローン飛ばして核ボタン押してっていう感じでもうあの騎士道みたいなもんなくなってくる、はい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 、でナポレオンの時代は1対1騎士の時代みたいなものがあってそっから、第一次世界大戦になってくるともう塹壕戦あでもその時は歩兵が1発ずつ撃つっていう時はまだギリギリ騎士道だから命かけていく、うん、機関銃が登場してもう終わるんだよ。あーそうだったらダダダダダダダって終わるから、うん、だからそっからの戦車じゃん、はいはいはい、それでどん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 騎士道やれなくなっちゃうんだ、はい、ただあの航空戦っていうのがあって、はい、でレッドバロンって出てきて空の英雄とかあるじゃん、クレナルボタンの世界だ。で第一次世界大戦第二次世界大戦はまだ英雄の余地があるんだよ。ただ冷戦以降はそうもいかなくなってくるって、うん、それほだよガンダムはなんとか強引にあの頃に戻せねえかっていうのを整合性のもとにやったっていう、うん、そのために一番やったのがロボットとロボットが戦いたいのだ。でもそんなん無理だよレーダーで一発でっつってレーダーなくそうぜ。おミノフスキードクターミノフスキーレーダーをなくしてくれないか。これがだから俺ガンダムのイノベーション本当にイルフトみたいじゃんだから整合性イノベーションなんだね。ほう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 。そんでミノフスキーさんがこうわーやる見えない見えないみたいになってるわけだよ。見えないからこそ接近戦っていうやつをやったんでね。その時にだから一番近くまで行ってベあの ライトセーバーをなんだっけビームサーバーねビームサーバーね、うん、ビームサーバーねあれだからあの後でまあ散々言いますけどまあ侍モチーフですね、はいはい、でガンダムのこれちょんまげがあって背中に2本の刀を背負ってるわけだよね、うんうん、だからこう抜くわけだ。そうそうそう、これがもうやりたいそう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 これやりたい、だからチャンバラやりたいって。だから黒沢メソッドすげえ入ってんだよ黒沢明。だから縦のシーンからカット割りとかっていうとものすごい黒沢明になってくるってさ。でも当時の人たちはみんな黒沢明の用心棒とか大好きだからさ、はいはいはい、だから決闘シーンといえば黒沢だろうっつってそれをモビルスーツでやったから知らない世代はビビったんでね、めちゃめちゃかっこいい縦シーンをロボットでやってくれてるっつって。でも大人は許さないよ普通は、なんでロボットなんだよレーダーで一発で終わりだろって、うんうん、ノー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 ミノフスキー粒子っていう万能のミノフスキーがこれにやられたんだと思うね。おすごいなと思って。そんでね、ちょっと僕なりに分析してきたガンダムはなぜ跳ねたのかっていうのを分析なんですけど、まずはA 留年生と S 留年生がいましたこれね。でこれまずねこの当時80年ってどんな年かっつうと、アニメオタクなるものがね、まあ、ほぼ登場する、ガチオタが登場する世代なんだけどさ、はい、これどういう人たちかっていうとさ、あのねロボットアニメとかを見てたんだけど、はい、卒業できなかった人たちなのだからマジーゴーとかいつまでも言ってんじゃないよってなるじゃん、うん、いいからもうナンパしに行こうぜってなるじゃん。いやいやいやマジンガーだからゲッターだからって言っている大人たちが大学生にいっぱいいた。それがまさに庵野さんとか島本さんとか岡田さんの世代。あの人たちは子供の時に一番楽しかったものを一生忘れられなかった人だった、まあ、そういう幸せな人類が登場したんです。大体14歳の時に好きだったものを一生引きずるじゃん、うん、でまさに彼らがそうだ、そのマジンガー Z とか鉄腕アトムとかにやられて俺もやるぞってなってそのまんま行くんだけど、子供っぽいじゃん基本的に。スーパーロボットって子供っぽくって、ツッコミどころが満載だったんだけど、これに関して全部答えたのが富野さんだったんね。だそれがミノフスキー粒子だし、その弾幕薄い像なわけ何やってんのそう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 、そういった。だからでそれもう一個なんだけど、この A がアニメ留年なんだけど、もう一つは S はね、スノビズム留年っていうのが、あーなるほどね、段階世代な。お前は知ってるかもしれないけど、皆さんね段階世代ね、要するにあの
大島なぎさの映画とか見てると出てくるんだけど、とにかくお前相手がわからないくらい難しいことを言った方が勝ちなんだよ、うんうんうん概念とかね、そういうのをとりあえず概念っていうか、なんとかな、あの人たちが何が好きだったかな、とにかく総括せよなんでな、最後な、うん、そうなの総括せよ、そうそう、うん、だからお前のことを自己否定せよって、ああ、そっちのね、うん、やるわけで、バラ色の連帯なわけよ、うん、で、そういうキャッチフレーズがいっぱいあって、で、主にだからサルトル・ボーヴォワールなわけだから、うん、実存主義なんだ、うんうん、だからそういったものの、あとなんかグノシスとか、まあ、そういったもの、それから その当時はスピリチュアルが入ってくるから、さらにね、さらに70年代 で、うん、あのビートルズからの、流れで、だサルトルビートルズみたいな流れがあって、サルトルビートルズなの、あ、サルトルは実存主義じゃん、で同時にビートルズも俺は俺って言ってるわけで、まあ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 、これが団塊世代の、要するに戦争を終わらせ、じゃ戦争してた親たちを否定して、うん、自立する若者の世代っていうやつ、ね、うんうんうん、でこれが世界中にまあ、流行るんだけど、その中にジョージ・ルーカスもいるし、スピルバーグもいたし、あとあいつもいたんで、スティーブ・ジョブズもいたわけだよ、うんうんうん、そして富野もいたわけだ、はい、でも富野さんは実はそれの一番先頭ラインで、本当の団塊世代は富野さんよりももうちょっと後なんだよ、うんうんうん、でそうするとさ、何が面白いってさ、富野さんはもうすでに就職してる時に一番盛り上がってる、なのに俺は文学もせずに社会も変えることもせずに、はい、子供向けのアニメをやってると、これは鉄腕アトムやってたんだよ、虫の、はいはい、本当は松竹ヌーベルバーグやろうとしたんだよ、あの人、だからそれこそ大島渚の後追っかけようとしたんだよ、はい、だけどちょっと待てよ、もちろん首な、入れなかったんだけど、うん、拾ってくれたのが手塚先生だったから、うんうん、たまたま行ったんだけど、どっちのが価値があるかって考えたんだよ、難解なことを言って、あー、なるほどね、空論ばかりやってるよりも、うんうんうん、子供向けのアニメを作った方がリアルなんじゃないかっていう風に振ったのが彼にとって最も幸運だって自分で言ってるんだよ、うん、そうで、それで富野さんいた世代っていうのは、要するにスノビズムの世界、うんうん、要するに難しいことを言って、うん、煙巻くんだよ、うん、でも富野さんの時代は本当にちゃんと勉強してる、ほー、だからただのスノビズムじゃないの、だからそのなんかとそれが庵野さんになってくるとスノビズムだ、本当のスノブなのだから分かってない、しれっと何かをね、それは多分本人が言ってたから、庵野さん本人、幻覚って言って知ったかぶりですよって言ってんの、だから知ったかぶりですっていうのはその前の世代がガチにそれを勉強してて知ってたってことを分かってるから、なるほどね、で庵野さんは、うん、宮崎駿と富野さんの両方に使えてた、カッタッパだったわけで、あいつ、うん、カッタッパだったの、あいつだから2人のバウバリがいたわけで、あいつすごいすごいだろ、バウバリが2人も2人も日本にはバウバリ2人だからそうだっていうね、でこのスノップの連中っつうのが残像としてすげえ残ってた、うん、で一方でそういった難しいことを言うよりもあえてバカなことを言った方がいいんじゃかっこいいよねっていうポストモダンが始まるんだよ、はい、80年代になると、だから結構なインテリが多かった、うんうん、でなんか難しいことを言うことがかっこいいと思ってた連中が普通にコンバトラー V とかじゃダメなんだよライディンじゃダメなんだよフェードインじゃダメなんだよ、はい、そこでガンダムで出てくるお前の好きな、なんか難しい言葉いっぱいあんじゃん、だから弾幕水槽だけじゃなくてなんだっけ、いろいろあんじゃん、なんかガンダム独特のさ言い回し、カタパルトなんて聞いたことなかったわけですよ、ないないない、そうそうそう、うん、そういうのがガンガン出てきて、しかも説明がないと、あ、そう、説明ないんですよガンダムは、で唐突に木馬って言ってるけど、うん、何それっていう、そう、暗号だっていうので見てると、あ、そうか、暗号としてすごいこっちの脳を使うっていうか、そう、こっちが追いかけないと、うん、もうついていけないんですよね、それこそまさにちょっと背伸びした感じなの、そうなんですよ、好きでしょ、それがいいんですよそうなん、うん、それはもうめちゃめちゃ成長させてくれる気がするんですよね、うん、そうそうなのよ、だからあれを見てるとちょっと頭が良くなったような感じ、そうなんですよ、うん全然分かってる、そうなん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 ですよね、そう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 、それで要するにどういうことかっていうと、子供向けのアニメだからつってバカにしなかった、あ、見ている子供を信頼してた、だからその富野さん自身が自分が子供扱いされるのが嫌だったんだと思うんだよね、だから子供だって考えてる、だから
あの君たちだって俺が伝えたことには分かってくれるはずだろうっていうところがもうガガンとこう言ってたっていうのがすげえなっていうのがあったねっていう。あとねもう一個ね、ミリタリーマニアに直撃してるね。おお。そう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 。でねあのこの時代ってねあのちょっと面白かったのめちゃめちゃバイクが流行る。男の子が本当にバイクによく乗ってた時代で、それでメカが本当に大好きですっていうんで本当にバイクを買って改造したり車を買って改造したりとかっていうそういう世代なんだよ。だからこういう連中友達にいたんだけどツーストとか言うわけいきなりね。ツーストって言いたいの？ストツーじゃなくて？ストツーじゃなくて時代考えるだって分からへんよそんなん。ツーストツーストロークのエンジンがあった。あーツーストライクじゃなくてね。ツーストライクじゃお前と同じ程度のボケをしたんやCB キャブとかね全然わかんないじゃん。わかんない。だスリップ入ったからとかさそういう言い方するよ。だから要は、メカの世界のバイクの世界の中の専門用語をちらつかせて俺はお前よりも上だぜっていうマウントを取ろうとしてた。あこれめちゃめちゃガンダムに合うんだよ。へガンダムの世界ってまさにそういう世界でだって説明してくんないじゃん、うんうんうん、だから、そのガンダムを作る時にさ車みたいに作りたかったって言ってんだよね乗り物として、うん、そう富野さんが、うん、だからさガンダムのペダルってさアクセルブレーキクラッチ3つ。本当だ。でもあれクラッチだかなんだか分かんないよでもちゃんとアクセルブレーキクラッチに見えるんだよあれ、うん、そう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 。ほんでこう車を運転するみたいにガーってやって踏んでっつってこれどうすんだって説明書見ながらあれ本当に新車買ったら説明書見ながらやるわけだうーんだから それをね買った新製品を取り扱い説明書を見ながらすぐに動かせるやつっていうのはすごいやつだったんだ。あそうなの。その価値観の下でアムロはいきなりガンダム動かして説明書見ながら、ね、ザク2人倒すわけ2体倒すわけ、うん、であいつはただもんじゃないみたいな、うん、この価値観はね当時の男の子は最高なわけへーイエーイみたいな感じになるそりゃなるだろうというのがまあ背後にあったの。すごい面白そうそうそう面白いなと思って。あともう一個、はい、あのね学生運動を SF にしてしまったっていう、ほうリアル体験がね全部ね中に入ってくるんだけどねこれねちょっと後でまたちゃんと言いますけどねざっくり言うとね、はいガンダムってどんな話かっつうと、おお来ましたね、うん、長いプロローグが地球に環境汚染が多すぎて、うんうん、で人口も増えすぎたとだから一部のエリートだけが地球に住んでいいですよっつってお前らあとはみんな外にコロニーで住めって言われるという、うんうん、でコロニーがいっぱいあってそこでもうだいぶ経ってますみたいな、はいはいはい、半世紀が経ってますみたいな、うん、だコロニーで生まれてる人たちもいますよみたいな、うんうん、この構造ってなかなか面白い、ね、これってあれじゃんアメリカファーストみたいな話じゃんメキシコだよ俺こっちお前ら壁の向こう行けみたいな感じ北レザーらしくなってきた。そうで、まあ、ヨーロッパで起こってることもそうなんだな、はいはいはい、そうそうだからドイツ入ってくんなみたいなさそのギリシャから入ってくるなみたいなさシリアから難民断るみたいなさでみたいなそれは地球に住めないみたいな、うん、でその ここにこういう状態にあるってこれだけでもすごくいろんなことを表現してるんだよ。で、うん、この中にあるコロニーの一個が独立するんだっつって地球に独立を挑んでくる、うん、独立を挑むどころか地球連邦と入れ替わって征服を企むってところまで暴走するって話だ。だからこれはナチスが入ってるんだけど、はいはいはい、でものすごく分かりやすく言うとあのナチス的な背景を入れてるんだけどそれだけじゃなくって、うん、めちゃめちゃ現実にあった戦争のいろんな要素がてんこ盛りになってるんだけど一番よくあの分かりやすく一番なぜ胸に来るかっていうと富野さん自身が体験した戦争が入ってるんだ。富野さんは戦争が始まった時に生まれてるから、はい、物心ついたら戦争終わってんだよ、はい、終わってますよ。うわマジで終わってるし参加できなかったしっていうやつなんだ、うん、でもあそれはあの松本零士先生とかもそうだしいろんなその人たちがいるんだけど、うん、富野さんそうなんだよ。え参加しないうちに終わっちゃったの。でも第二の戦争が待ってる。ほうそれは堕落した政府に対して学生たちが革命を起こすって言い出したっていうのが学生運動。はい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 、堕落した政府に学生たちの大学ですよこれ全部学生たちだ大学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 
それが腐敗、そうだから大人たちのことケチョンケチョンに言ってんじゃん、でもダメじゃんって、お前らダメじゃんと、で我々こそがっていうスペースノイドなるものがある、これ大学生なんです、スペースノイドは。でスペースノイドプラスニュータイプっていう意識が出てくるんだけど、ここがまたポイントとしてでかいんだけど、はい、地球を外から見たっていう体験っていうのはユーリ・ガガーリン以降なんだよ。つまり地球は外から見た世代と地球を外から見たことがなかった世代に分かれてるな、世界観っていうのが、冷戦の物語。それ考えたこともなかった、うん、そうすると、それ以前の人たちは地球なんて見たことないから、だから国境とかで争うんだと、はい、意識が低いんだよお前らは、はい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 、全体を見たことがないから。え、ニュータイプガガーリンのことなの？つまり、ガガーリン以降 の、はいはい、その要するに、映像としてでしか見てないけれども地球ってものを外から見たのがスペースノイドなんだよ、ね、でその意識がもっといくとニュータイプになるわけ。なるほどなるほど、うん、だから正しい人類っていうのはここで争っているのアホらしいんじゃなくって、なるほどね、重力に魂をね惹かれた者たちだというわけですか。それがセリフ、それそう、重力に魂、それは何とか前時代に引っ張られた、なるほどなるほど、でそれから解放されてんだ俺たち大学生はよってあるじゃない、知ってっからさっていうさスマップじゃん完全にそうなんだから、そこにあるのは特権意識なの、やっぱり大学生の大学生だから。だけどここに一個大きな矛盾があって、はい、この人たち、あのこの人たち、まあ、敗戦するわけですよ。で、この人たちはここにいた富野さん自身なんだけどね、リアルな戦争はって話するじゃん、はい、でもこれ戦争じゃなかったんですよ、学生運動は、はい、バリケード作ってやり合っただけで、はい、別にその機関銃で撃ち合ったりとか空爆があったりとか、うん、実際の戦争とは違うごっこだったわけだよ、はい、だから戦争を体験してるとは言い切れない、実は。うわ、はいはいはい、ここのコンプレックスがどういうふうに出るかっていうと、うんうん、俺は戦争を知ってるっていうことを知識で補うんだよ、うん、で戦争をガチで知ってる人は何も言わないんだよ。なるほど、で水木先生が戦争のことを語るときには本当にアホなことをしよったよっていう感じな、無理やり連れてかれたしみたいな。だからそのなんかそこ絶対にかっこよく書かないでしょ、ディティールも書かない。でトペトロの話はするんだよ、だから牛銀屋で出会った少年がバナナくれたって話するんだけど、そっちの方がリアルなわけ。だからここのその手塚治虫なんかもそうだけど、手塚先生はさ空爆に体験してるね、はいはいはい、で周りで人が死ぬのもガンガン見てる、富野さんはほぼわからない、小田原にいて、それでもう体験はしてるんで戦争を、でだけど後の食うや食わずは知ってるんだけど戦場は知らない、だからそこの微妙な差で、この悩みは宮崎駿もものすごく背負ってる。戦争を否定して戦争を語ってる割には実践経験がないっていう、だから必死で、その世代特有のコンプレックスが、そう、作品に結実して、で戦争って何なんだってことを徹底的に研究してるから、戦記物とか、だからいちいち細かい、だかザクが撃つと薬莢飛ぶんだよ、いるのあの薬莢なんでザク撃つと、もうでっかいの結果ボーンと起こるみたいなさ、あれもだから、あと撃つ時の反動みたいなもん、だ安彦さんの絵もそうなんだけど、前に出たら後ろにも出るから、こうなるわけだよ、これをちゃんと描くという、それはだから整合性なん、全部が整合性だし、難民が出たらこうなるみたいなこととか、食料がまず先だろうみたいなことが出てくるみたいなさ、ところから塩がねないんですよ、そう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 、塩が足りなくてね泣いてるやん、どう言ってんの、よう入れたな思って、帰ってこい、いやそれは富野さん自身が一番食い物がない時に子供時代だったから辛かったんです。もうねある番組でね、富野さんにねアシスタントの女の子がねショートケーキを出すっていうくだりがあったんだよ、これ見てほしいわ。ショートケーキなんだけど、1個丸ごとのショートケーキで切り分けてるんじゃないんだよ、だから単独 の、 ケーキにイチゴが乗ってるから、実はピースではなくて、こんなのショートケーキではないって言い出すの、富野さんは切り分けてもらうもんだったってそして俺たちは泣きながらこれを食べたんですよ、分かってもらえないかもしれない、俺のとは違うなと、とにかくそれくらい大変だったって、食べるものが
だから宮崎駿と富野さんに関してはそのとにかく食べるってことにすごい異常な執着があるでしょ、うん、これら全てがものすごく信頼感があるんだよ。そうなんですよね。表現でその後の世代はつまり手塚先生っていうのはその体験と前のディズニーと宝塚があるんだよ。だから膨大な夢のイメージっていうものを使って自分の体験のフィルターを通して書いてんだけど、はい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 、あの富野さんそれ嘘くさいから嫌なの、うん、あ体験に近づけたくてそれ夢いらねえよってやるわけだよね。だからその戦いみたいなものが あるよっていうのを話してやっべえこれ結構な時間経ってんなこれな41分ああやばい、うん、そうなんです、そうなんですよ。そうそうそう先生、はいはい、トランキーラまあゆっくり言いますかそうなんですよね。大丈夫ですか、うん、だいぶこうマシンガンな感じで、ね、白熱してますね。いやコメントすら見れないこの、うんうん、でね、はい、そうだな、さっきのニュータイプで言うと、うん、あのニュータイプっていうものもものすごくあのこのヒットの要因にあって、うん、でね、実はニュータイプっていうのはニューエイジで、つまりさっき言った前の戦争を実際にやってたアホな大人たちとは違いますよ、うんはい、意識が高いですよ、うん、だからそれはビートルズのジョージ・ハリスンだったりスター・ウォーズのジェダイとかを作った、まあ、そのルーカス・スピルバーグに出てくるあと未知との遭遇がまさにそうなんだけど意識高いんだよ完全に。意識高い系 あの人たちが作った特別俺たちって特別な世代だよねっていうのが乗っかってるんだよ、はい、これがシャアとアムロに両方乗ってる。これが面白い。そうで特にこの後に2つの個人主義について言うんだけどもうここからいっちゃおうかな。シャアの戦争するために国のためにっていう時代があるじゃん。その後お国のためにっつって豊かになろうっていうくだりで戦争を続けていくんだよ要するに、うんうんうん、あの高度経済成長までは、うん、でそこからオイルショックで一回ガクンってなるんだよ、うん、そして団塊世代が、まあ、その学生運動で敗北するんだけどさその時にさ個人主義が台頭していくわけ、うん、でみんなはそうだけど俺は俺だっていうふうに思い出す空気みたいなのが出てくるんだよ、うん、個人主義っていうのはさ、うん、でそれが白毛世代みたいになってくる。でそのまさに白毛世代直撃してて、で白毛世代の上にいるのが富野さんたち その学生運動をやってた連中の、個人主義でさ、でシャアの戦いっていうのはね要するに、ね、家 の呪いから解放されるための戦いなんだよね。生い立ちから自由になるために戦ってるっていうさ、うんうんうん、でねここもね書きました。富野さんは自由になるために、うん、個人主義になるために相手殺すんですこの人は。あでアムロは逃げるんです。でこれ逃げるっていうのは実はポストモダン入ってて逃げろって言ってたの。ベイビー逃げるんだって知ってる、いけないロジマジック、うんま、清志郎とかが言ってた逃げろっていう、うん、これはだからポストモダンで言ってたテーマなんだけど、だアムロはもう勘弁してくれ俺もうそういうのいいからして逃げますっていう風にして自分っていうものをその、まあ、個人っていうものを取り戻そうとするというね。でアムロってあれなんだよね、ネグレクトなんだよね。だからちゃんと育ててもらってないんだよ。そうですね、そうそう、でだからそのみんなに対してどっか申し訳ねえなとかちょっとは思うんだよね仲間に対して。でも基本的にもういいよ関係ねえよ俺は俺だからさっていう、うんうん、だからクラスのみんなには迷惑かけるのはちょっと悪いなとか幼なじみが悲しい顔するのはちょっと悪いなと思うけど、うんうんうん、別によくねえみたいな感じの感覚みたいなだって僕戦いたくないもんないもんみたいな、ね、当時ね秋葉原では無線とかハムとか流行ってて、うん、で自分でそうパソコン組み立てるみたいにラジオ組み立てるような若者がいっぱいいたんだよ。でその世代がランニングシャツにトランクスにしばしばトランクスにあれで秋葉原で買ってきたラジオ作ってたあれって本当に、はい、あれいたんだよ ああいうやつ、うん、あいたんだそうで勘弁してくれよ国とかさみたいな。なるほどね。ほっといてくれよもうっていうのがアムロなの。だから当時本当に俺の世代にアムロいっぱいいたの。アムロばっかりだった。アムロばっかりだった。うん、そうで
で一方でだからそのアムロの持っている特権階級っていうのはあるんだよ、うん、俺は俺豊かになったからこそのなんだけどさ、でもう一個さシャアなんですけどね、はい、これようやくシャアの話しますけど、ようやくタイトルコールとねそうなんだよガクトとかキムタクとかシャア好きじゃん、キムタクもそうなんですか、キムタクの家にはさ赤柵があるんだって、赤柵赤柵また新しいいいですね、でっかい赤い柵があるんだって、まあ、でっかい赤い柵ね、が置いてあるんだって、赤い柵なるほど赤柵ねでさ、はい、まあ坊やだからさ的な発言で、はい、シャアさんはね実は王族王子なんでね、だけどこんな目に遭っていると、そして世を忍ぶ仮の姿で愚民どもと一緒にいる、で軍事教練なんか受けていて下級のふりをして従うふりをしているけど一番偉いのは俺なんだぜっていうこの感覚、うん、ガクトでしょ、そうなのそうなんだ、キムタクでしょ、スマップの中で一番偉いの俺でしょ、偉いとか思ってんのかな人で、これは村上春樹の話になりますけども、うん、村上春樹の読者みんなそう思ってますから、はい、そこで来たかみんなわかんないよね、春樹とか売れてっけど本当に意味わかってるやつなんかいないよねっていう、お前のことやぞハルキストおい、ハルキスト認めようそうかもしれないで、これは両方とも日本人がその当時持った特権意識の2つのパターン、それが対立する話なの、だからどっちかにめっちゃ乗れるわけ、つまりアムロはハルキってこと、いやハルキではないよね、ハルキはどっちかっていうとシャアの方、シャアがでもハルキ的なマインドがすごくあるよアムロは、うんうんうん、だってほっといてくれって言ってんだもん、うん、そうそうそう、俺はパスタを茹でてサンドイッチを作りたいんだよって言って、そうだよ、なんかまあほっといたらそうなってたじゃん、そして猫を探しに行きたいんだって思ってるわけじゃん、うんハルキはだからハルキはね、ハルキは持ってるわけじゃん、はい、それは一緒なんじゃないかなと思って、だここがもうなんつうのかな、すごい面白いところだなと思って、でねもう一個でっかいのがアムロを主役にしたことがものすごい大成功してるんだよ、このガンダムって、そうですね、なんでかっていうと、うん、直前までは、うん、兜浩二の呪いにかかってんの、はいはいはい、だから、うんうんうん、なんつうかな、オイラへっちゃらないって言っている戦後焼け野原のタフな子供っていうキャラクターが成長すると兜浩二になるんだよ、なるほどなるほど、そうでそこから、まあ、梶原が入るんだけどさ、はい、でも父ちゃん俺負けないぜになるわけじゃん、だからやめないじゃん野球あいつ星ヒューマンってひどい目にあってっけど、まあ、やめないどころかね、うんうん、どっちかっていうとジョーはやめたりやめなかったりみたいな感じで、うん、ジョーにちょっと近い、ジョーはもう燃え尽きるっていう、でもそこまで行くじゃんみたいなさ、うん、そうそうそう、でももうアムロ最初から戦う気ないんだよね、まあたまたまですからね、うん、彼はたまたまなの、うん、それでたまたま才能があるからっつって試合に出ろみたいな、うん、そうそう、でよくねよく言うんだけど人生ってどういうものかっていうと、サッカーの試合がもうすでに始まってる、はい、そこに自分がいきなり一回されて、はい、お前サッカーやってるからお前試合途中から出ろって言われる、うん、おいでもルールとかよく分かってない、分かってない分かってない、でお前こっちのチームだからあっちにすげえやついるから、あのディフェンダーお前のこと多分蹴ってくるから、うん、行ってこいみたいな、とりあえず避ければいいんですね、つまり時代がそこ、ここまで来ちゃってて途中で人生が始まるっていうのはそういうことなんでね、別に選べないわけ、連邦も事業も選べないんで、はいはいはい、まさにそれそういう状態の気分っていうのが俺たちの気分にあったわけなんだよ、うん、だってそんないきなりだって今徴兵って言われても困るだろうって、今多分日本人みんな思ってんじゃない、うん、今徴兵って言われても困るよって、困るってかよく分からない、みんなアムロだから、うん、そうそうそう、だからみんなアムロ、みんなアムロなんだから関係ないんだもん、だって世界なんてどっかでと思ってるわけ、だからその上の偉い人同士でその利害関係でぶつかってるだけで、うん、本当はラジオ作ってて本当はネットやってたいってだからずっとガンダムを見られる、そうなんです、そのメンタリティーがずーっと続く、うん、アムロずっと全員アムロ、アムロは成長したけど、うんうん、あ、そう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 、ずっとアムロは生まれてくるから、そうそうそう、なるほど、そうそうそう、次のアムロ、次のアムロ、次のアムロで、どん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 メンタル良くなってくる、どんどん弱くなってくる、父さん認めてくれよとか言い出すアムロが出てくるし、うん、そういう風になってくるって、うん、切れるアムロも出てくるし、切れる14歳のアムロも出てくるじゃん、そういうその、そこのメンタリティっていうのはすごくあってさ、でこれのさ、なんか今言われたその当時の新人類って言われる世代ってすごい今のゆとり世代ってよく似てんの、うん、我やりたいことだけやってればいいじゃん、別に豊かになりたいとか成功したいとか思ってるわけじゃねえし、うん、みたいな感じで、おもちゃが大好きでみたいなさ、でそのアムロのに対して団塊世代はけしからんって言ってたの、うんうんうん、男だろって、うん、あれを全部ブライトとかに乗っけてんの、そこね、
あれブライトを主役にしてたらダメなのよ、うん、ブライト主役ですよ。もう逆にでもでもブライトがいることによってバランスすげえ取れる。すごい、そうなんですよ。ねえ、ブライトさんが狂言回しなんで、ガンダムっていう一大叙事詩は。そうで、そう、そうなの、その通りなの。だからブライトはだからかつてあったその現実っていうものを受け入れながら自分を我慢することも必要だっていうことをやらなきゃいけない。19歳であんな目に遭う。そうなんですよ。まだ10代なんですもんね。そう、うん、そう、すごいよね。そう、うまく口説けないしね、人そこもまだ人気があるところかなっていう感じです、うん、でもブライトさん、あの、うん、後に愛人をね、うん、お作りになる。あ、お作りになる、それ良かったですね。おめでとうございます。あ、お前それ言ってんの、はい、珍しいね、自分からネタバレするの、うん、ガンダムだけは。でね、でガンダムみんな知ってると思った。ガンダムの第一、その最初の放送は打ち切りに終わるんだけど、まあ、再放送で火がつくんだよ。で再放送って夕方じゃん。まさにこの夕方、はい、夕焼けにゃんにゃん、ほ、あのね、この一番ガンダムにドハマりしたの夕焼けにゃんにゃん見てた連中なんだよ。今40代の半ばぐらいの連中なんだけどさ、あれそうなんだよ、ね、土田さんとか。そうそうそう、だからもう あ, のあいつら もうトンネルずっと夕焼けにゃんにゃんとガンダムで生きてるんだ。あいつら一生それで生きてくる。夕焼けにゃんにゃんとガンダムしかない人生なの？お前、おみんな怒るぞ。いやいや、そんな風に言うからさ。俺疑問をそれが青春なんだよ。あ、まあまあ、それとバンドムーブとリンドバーグとあるんで、いろいろとブルーハーツといろいろあるんで、あの世代は。まだ結局俺らもそのエヴァとかの呪いみたいなのは、うん、まあ、一生解けない部分はありますから、ね、どういうやつが夕焼けにゃんにゃんとガンダムの再放送を見てたかというと、うん、部活やってないやつなんて。うん、部活もせずにあららら早く帰って、うん、友達とも遊ばずに、はい、再放送のアニメを楽し見るしかなかった連中っていうのはもうまさにノンポリノンポリだから どの種族にも属さない、政治なんかどうでもいいっていう個人主義な連中で、もうザッツアムロなんだよ、うん、ほっといてくれよっていう感じなのね、うん、そうだから戦争とか革命とかもう勘弁してくれよっていう、当時の気分って時代の気分っていうものを完全にリンクしてるっていうのが、結構大正解だったっていうさ、これはなかなか、あの、偶然にしてはよく富野さんがそのアムロを主人公にしたなと思うよね、うん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 、聞いたけどね俺本人に、うん、そしたらあの、み、あの、民というものはああいうもんでしょって言ってたから。民、そう、すごいな、民衆というものはああいうものでしょと。で、富野さん言わせると、うん、愚民による愚民のための革命っていうのがシャアがやったことなんだ、そして私もアニメを使って愚民たる私は子供向けの あの漫画アニメを作りながら戦いを挑んでいるというところっていう戦いを、まあ、彼はしてるわけなんだよ。だから彼は実はだからその、シャアなんだよ、あの人。あ、シャアなの。そうだからこそ愚民の一部であるアムロの気持ちも分かる。そうそう、だからその3つまとめますとですね、あ、ジャブロの話 しなきゃ。そうだそうだそうだ、そう、この戦争を知らない留年生が支えてたっていうのと、うん、戦争を知らないコンプレックスっていうものが、あの、支えてたっていう、うん、そのリアルを作ったっていう、そして軟弱っていうのはものすごいテーマ、うん、軟弱なんだよ。もう1話で出ますもんね、うん、軟弱者、軟弱者、そうそうそう、うん、であれは会議ですけど、あれ女の人に突っ込ませるのが実はと実に見事な富野メソッドで、これさっき後であの宮崎駿との違いを言うけど、はい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 、だ S と M に分かれるわけだ。はあ、なるほどね、そう、なるほどね、なるほど、なるほど、なるほどね。なるほど、いっぱいいただきました。ちょっと腹に、俺の中の腹にしがね、来た来た来た、超合金来た、超合金、超合金の、まあ、うん、そうなんですよね。ちょっとね、でも、無料が終わっちゃうのでジャブロの話します。はいはいはい、そうすると、あの、これまためちゃめちゃ面白かったんだけど、あ、まあ、答え合わせは後でっていうことでね、ああ、はい、考えないでしょ俺が言いそうなことって。いや、なんかレイジさんが、うん、まあ、今日もね迎えるにあたって、うん、そのジャブローとは何かみたいなことが分かったって言うんですよ、うん、で俺結構ガンダム何回も見てきて、まあ、ゲームとか全部やるわけですよ。ギレンの野望とか全部やって、ジャブローな、まあ、知ってるわけですよ。ジャブローが何かなんてことは一回も考えたことなかった、うんうん、けどね、レイさんは、うん、ジャブローが何かっていうのが分かったっていうこと。やばいよ。そうなんだ、ね、ジャブローやばいよ。何がジャブローやばいか話しますね。はい、皆さん知ってる人も知らない人もいると思いますけど、ジャブローって
その地球連邦の、中心司令本部みたいな、うん、要するに、あれだな、ペンタゴンだな、あ言ってみれば、うんうん、中枢部なんだな、うん、だエリートたちがそこにいて、うん、でここを叩けば、うん、もう戦争は終わるから、なんとかここを一網打尽に叩いてしまおうと、はい、だからここに隣の大学を落としてやろうって話じゃないその例えがなんかすごい大学っていうのがね面白いでそれがどの大学かっていうのは限定で今言いますけどもええ大学で絞りました。地球の周りをでうまく回ってるわけだよこれ、はい、でも いろんなエンジンとか補助金とか取っちゃってだん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 地球に寄ってってあー大変だっつって、うん、でここでもうジャブルを直撃して戦争終わらせようと思ったら3つにバラバラになっちゃってそうなんですよ、うんうん、めちゃめちゃオペラシティの隣とか落ちてるシドニーとかに落ちてる。そうですね、あの辺はもう別なところに3カ所にバラバラになって分かれてジャブロ助かっちゃったんですが、この時にあの原作そのオリジンの出てたんだけどジャブロってギアナコーチなのね、うん、そうなんですよ、うん、ギアナコーチですよ小倉さん、うん、ギアナコーチといえば何ですか。ロストワールドですね、うんおお、そうですね。だからギアナコーチっていうのは南米のにあるあのペルにあるあのペルだよな確かな。違ったっけ。ペルじゃないですか。あの辺りにある、うん。そうそう。ガイアナとコロンビア、そうベネズエラ、うん、あの辺の、うん。もうめちゃめちゃ隆起した大地で、で地上がここだとすると圧倒的なところまでこう垂直に立っちゃってて、で上に何があるか分かんなくって、うん、でここはもう進化がここかここと地上と全然違う状態にあるからきっとここには全く違う進化もしくは恐竜が滅びないでそのまんまいるかもしれないって言って、うんうん、ロストワールドっていう作品を書いたのが コナンドイル、はいはい、でこれを惑星にしたのが手塚治虫のロストワールド。ほう、うん、手塚先生が実は戦争終わった後に新宝島っていうのでデビューしてるんだけど、はい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 、3部作書いてるんだよ、はい、来たるべき世界とか、うん、でその中にみんな時はそう世代が夢中になって読んだ一冊がロストワールドなんだよ、はい、ロストワールドはこれなんだよ。ほうジャブロここにあんねん手塚治虫と手塚治虫に憧れた者たちが集うロストワールドの世界の下にジャブロがあってここは核爆破核攻撃にも耐えられるだけの岩盤があるとか言ってこれどういう意味か分かります。めちゃめちゃ面白いでしょ。まず見ていけないちょっともう少しあの詳しく、はい、夢の世界なんですよ。はい夢の世界ここ は、はいはい、核攻撃で滅びるけれどもここはだからその夢の世界の中に、うんうん、地球のエリートどもが住んでやがるんですよ。愚民を外にして、はあ、はあはあはあ時はそこですよこれ奥野さんえそんなそうきますかそして、はい、青いロボットを作ってはあ、夢の機会を与えては現実の問題も解決せずにダラダラと生きてやがる連中愚民どもがここを中心に栄えてやがるわけですよ。ほういわゆる俺が何度も言ってた日本っていうのはランドになっちゃってるっていう、はい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 、はい、夢の島になっちゃって、うんうんうん、そういうものではなかろうがみたいなそこ噛むあと一文字、うんだんだんシャーリーになっていくからあギレになっていけばいいのそういうものではないだろうっていうね、うん、そういう気持ちが乗ってるのがこのロストワールドではないか。そうするとだよ、はい、ここを一も大事にしてしまったらいいっていうその考え方もしそれが本当なんだったら、うん、この話めちゃめちゃ面白い。革命に失敗したコロニーが手塚治虫の時はそのめがけて突っ込んでいくわけです冒頭でそれが失敗するところからガンダム始まるわけ。イエーイ頭の中やばない。めっちゃ天才や。めっちゃ面白い。そんなこと考えてたん。それは分かったって言いますよね、うん、それは早く話したいわ。南米が南長崎になってるでってえ、何それ。いやだから東京はそう南椎名町なんで。あーそう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 椎名町椎名町、まあ、だから池袋線ここだから全部池袋そう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 練馬区に、ね、練馬区に落ちたんだ。練馬区に落とそうとしたんだけどダメだったっていう大学を、うん、大学をね大学をでこれ今ここで置いたキーワードでもうご存知の方は分かるでしょっていうどういうことかっていう
話っすよ。どういうことなんですか。だからこのこれはどういうことかっていうのはこのシリーズでちょっとずつまたやっていこうかなと思って。あ、これはもあ、なるほど。最初にあれだ、振っとくわけですよ。そうそう。ちゃぶいね。3年半もやるとこれがもう話しかさ、本当真打ち登場。あんたね、うわー、みぞみぞするなこれ。そうなのよ。 それはもうやっぱりそうなのよ。戦争を知ってる世代、そしてその間にある世代が夢の世界を作っているこの現実っていうものに対する、現実ってそんなもんじゃねえだろうっていう、そして子供をバカにすんじゃねえ、子供を夢で麻酔にかけんじゃねえよって言って、ほう、覚醒剤一発打ってやろうとしたのが富野義行なんですよ。目覚めよと。もうたまんないしょ、これ、この文脈でガンダム見ると。そうなると逆者の感想が変わる。変わる。逆者はだからその先でしょ、までやるのは、うん、この先にやりますけどね。もう1時間経っちゃった。そうです、そうなんですよ。どうしようかな、宮崎駿の話。レイジの話術は化け物かって言われてます。ちょっといつもより3倍あるな、ね、いやー、そう、ちょっとまだ多分ピンときてない人も半分以上おるじゃん、うん、いやいや、でも実は本当はガンダム、なんとなく分かりますよ、なんとなく言わんとしてくれるけど、ちょっと、いや、40年間ガンダムについて語ってきた人たちだったらピンときてるの、うん、山田レイジはあれが分かってないけど、あれのこと言いたいんだろうなっての分かってるわ。なるほど。そう、分かってないですよ僕は。分かってないけど、そういうことでしょっていうじゃないですかっていう。年配の、それはその、ね、年配のファンの中には要するにだから手塚治虫に対する祖国があるわけだよ。手塚先生のところで育ってるから。ちなみにちょっと、うん、ごめんなさい、全然勉強不足なんですけど、うん、時はそうの、まあ、藤子先生とか、うん、赤塚先生とかの世代と、うん、富野さんって同じぐらいじゃないですか。うん、違う、1個ちょっと上なの富野さんが。え、違う、富野さん下なの。富野さんはだからあの要するに疎開とかできないんだよ。あ、そういうことか。だから夢を守れなかったんだ。そうだから、なんだっけ、疎開、夢すらわからない。疎開の後に藤子不二雄で出会うじゃん。はあ、そうかそうか。そうで、手塚先生は軍需工場にいるんだよ、うんうんうん、で水木先生は戦地に行ってんだよ、うん、でだから本田一郎はもう帰ってきてない、戦地から帰ってこないだから そっちのもう重い 本物たち、リアルな体験をしてきた連中っていうのが親の世代にいて、軍隊でバカバカ殴られてたから、殴られて育ってるわけ、うん、だから富野さんたちの段階の世代はやたら殴るわけよ。殴って何が悪い。そう、それ まさにそう。だからでもアムロたちは殴られてないから、親父だから2度もぶったねってなるって、まあそれは分かるなっていう、うん、そう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 っていうことの、その辺が全部その世代にそうなってるんだけど、各層に各コンプレックスがあるという。だからそれを、うん、その富野さんの、うん、そのいわゆる整合性チューニングというか、うん、整合性マニアというか、もう、うん、そのポリシーっていうもの、うん、こだわりみたいなものによって、うん、余さず、うん、各いろんな世代の、うん、声みたいなのをこう集約して、うん、SF というか、まあ、一大戦記物にしたのがガンダムっていうこと。子供向けでロボットが出てくるんだったら言いたいことは言えんだぞって言ってやったから、どっちかというともう ATG マインドだし、日活ロマンポルノなんだよ。それをたまたま女の裸をロボットにしてんの。あ、うん、でそれでだから政治とかメッセージ入れてんの。だからあれ実は学生運動なの、あ、ガンダムって富野さん、富野さんの闘争なの、我が闘争なの、あれ富野の闘争なので、富野さんはだから挫折の人生だから、だからでそれでまたそのやり方が剛健でしょ、厳しいでしょ、孤立するんだよ、ひたすら孤独なんだよ。だからよく喋んだよ、聞いてもらえないから。だからさだからよくしゃ喋るんだけど、基本的に独り言に聞こえるわけ。確かに。これはだから BS アニメアワーで誰かが指摘してたけど、確かにシャアは独り言っぽい。そう、うん、だ、認めたくないものだなって誰に言ってんだよ。確かに。どこで誰に言ってるんやろって。坊やだからさって誰に言ってんだろうって、うん、それテレビに向かって言ってんだよ、うん、あんなおじいちゃん誰に言ってんの。今日もどっかでね、ぼやいてるかもしれないと、うん、だからでも、すっげえエネルギーだと思う。だからあの世代にの生まれが持ったその呪いがかかってるわけだよ、うん、宮崎富の、あと凛太郎って人いるんだけどさ、だ凛太郎さんは職人に的な仕事をするんだけどさ、とにかく作家になっちゃったのがあの二人でさ、うん、それが半分以上私小説でメッセージなんだよね、うん、そう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 。
あ、そうそう、ちょっと待って、ちょっと待って。ただそのジャブローのことなんですけれども、うん、もう一個裏の何かがあるってさっき言ってた、うん、それは限定で言います。あとちょっと限定、うん、しょうがないからもやるけど、はい、あの富野と宮崎の話します。はいはいはい。これで繋がってます。皆さんご存知ですね、これね。はいはい。ね、ゼロ戦ですね。うん、この二人はあのゼロ戦関係のお父さんなんで、お父さん両方ともゼロ戦関係。あ、へえ。で、宮崎駿がその飛行機作ってるとこの息子なんで、ね、うん、結構いい暮らししてたらしい宮崎駿。うんうん、で富野さんっていうのは与圧服っていうのを作ってんだよ、はい、でこれはその戦争その圧力が変わるからその、圧力はコントロールするための服なんだけど、うん、これものすごく武骨で、うん、潜水服みたいなんだよ、うん、だから彼曰く家に宇宙服があると思ってた、うん、でゴム屋さんなんでこれのゴムの部分のことをやってたのが富野のお父さんの仕事で、これどういうことかっていうとこの2人の親は何をした人かっていうと結果的にだよ、うん、結果的に若者を死なせるための銅ガジェットを作ってしまったと、うん、なるほど。でここにこの子供たちが抱えた葛藤っていうのがこの2人の強力なエンジンなんだよ、核融合を起こしてる。なるほどね、うん、でこれはどうするかって言ったら彼らの前の世代の過ちを全部言いそうじゃんそれ限定でやるっつってね、僕が聞いちゃったけどさもっともっとやる止めた時の顔見たなんで止めんねんっておいおいってということで、そろそろもう1時間10分経とうとしてますので、ね、はいはい、この辺で限定に切り替えたいなと思っておりますが、ここでちょっとねあの皆さんに、我々からちょっと記念品というかあれなんですけれども、グッズが新しく、作られました、それはどういうグッズかっていうと缶バッジなんですけれども、うん、これをですね、まあ、我々3年半やってきましてついにガンダムということもありまして、まあ、幅広い世代の方に、このヤングサンデー、楽しんでいただきたいなというのもあります、今出てますね、今日ですね3月21日この名古屋イベント限定、つまり、この名古屋イベントの日だけという意味なんです。これは、山田玲司の書き下ろしイラストの缶バッジをプレゼント、全員に応募者全員に差し上げます、でこれは本日の、24時まで、つまり今日のイベントは24時までっていうことだと思ってください。よくわからんけど大丈夫、家帰るまでがっていう意味よ、あ、ね、寝るまでがみたいなね、うん、そういう意味ですよ。だから今日、ただ今日今日、山田レジのヤングサンデーの会員になっていただいた方、うん、この今こう見ててね、もしくはタイムシフトで後で見ていただいて、うん、そして、応募していただいた方、つまり今日の24時までに会員になって応募しなければもらえません、うんうん、ただ応募してくれた方には全員プレゼントさせてあげます。ですでにあの会員の方はファミリーの方はもうあのガンガン応募してください、無条件で、無条件で、うん、ただ問題は、うん、今日これリアルタイムで見てない人は、うん、ちょっともしかしたら、うん、タイムショーで明日明後日見るとかっていう人は、うん、もしかしたらこのチャンスを逃すかもしれない、うんうん、だからつまり名古屋イベント限定というややこしい言い方ですなこれということなんです。お分かりいただけましたでしょ。現地にいなくても応募できますよ、申し込みの数だけ作るんで、はい、大丈夫です、うん、なので皆さん、あ、発想は何とか思って返させていただきますって言うよねよくね、うんうん、そんな感じです。よろしくお願いします、ということでやってまいりましたが、このガンダム会、うん、皆さんねちょっとだいぶいつもより3倍のをね改善させて、もちろん、うん、俺がやばいよ、俺あんま寝てないし、来てる、うん、来てる来てる、もうおばどず大変楽しいあ、よかった。なんか自分が好きなものを信頼してる人がこんなに熱く語ってくれるって、うん、なんて言えばいいんだろうね、よかったな、この喜びここあるじゃない、うん、よかった、わかる、わかるわかる、うん、お誕生日おめでとう違うけど違うけど、10月やけど、うん、ということで、そしてですね、まあ、ちょっと来週の話もさせていただきます。来週、もガンダム
次は、劇場版第2作目愛戦士ということで、何時からシードの話って聞けるの？シードの話はしません。こんなに嬉しいことはないっていうやつ、あ、それをやりますか。それはあの再来週なんで、再来週です、ね、あれなんですけど、先取りすぎました、ね。まあ、あの愛戦士、何をやりますかというと、まあ、レイジさんが、今日の暑さのまま、第2作目を見て、それぞれの、まあ、おっさん、今度はおっさんにちょっと、ね、フューチャーしていただきたいなというのと、やっぱりミハルが出てくるんで、そこをミハル問題、ミハル問題ですよ、ミハルと甲斐の問題、甲斐紫伝ですよね、やっぱりね。甲斐紫伝って名前がまずさ、やばくないですか。甲斐紫伝なのね。え、そうなの。紫で止まってるから、うん、あ、そうだ、そう、まあそれは置いといて、知らなかった。で、それとあのやっぱり我々ヤングサンデー、レイジさんだけにね、全部任せたら、これはやっぱりちょっとね、あの中二ナイト日本でもありますし、今までなかったガンダム解析、斬新なやつ、シミちゃんがやります。シミちゃんが選ぶファーストガンダムの登場人物の髪型ベスト髪型考察、髪型考察 ね、 ね、あのガルマの髪型はどうやったら作れるかとか、誰得なのっていうようなやつで、その遺伝のねあれとか、くせ毛のあれとか、そういうそのいろんな美容師 の、 あの知識を生かした、ガンダムファンは全く聞いたこともないような解析がシミちゃんから出ますある意味垂涎ですよね。あとクゼからはあのベストヒロインね、あ、もうそんないくらでもすぐ言いますよ。どうやったら口説けるみたいな。あ、それもやりましょうね、それもね、レイさんもやってほしいんですよ。そうですよ、キシリアどうやって落とすかとか。難しい。キシリアは難しいんだよ。キシリア難しいよな。血の縛りがあるから、どうやって乗り換えるかっていうのかとか、そのやっぱ恋愛評論家でもね、いらっしゃるんで。キシリア真剣に考えてみっか。真剣に考えてみましょう。昔元子やったじゃないですか。やった。元子はな。キシリアとか、まあ、セイラさんをデートに誘うならとか、そういう感じの、あの。セイラさんか。うん、俺はセイラさんいけると思う。大丈夫。え？セイラさんは10のパターンでいけますよ。じゃあお任せください。お前なんなの？いや分からんけど、ね。という感じで来週はちょっとあのまあなんつうの、その学生運動とか、あの政治とか戦争とかっていうとことはちょっと違ったヤンさんらしい、もう一つのね、あの、まあ、バラエティに富んだ分析をやっていきたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。ということで、後半いきますか。はいはい。もう言うことないよね、田渕さん大丈夫、もうないよね、ということで、重ね言いますが、今日会員になってくれた方は、缶バッジ全員にプレゼントというキャンペーンやってますので、よろしくお願いします。それでは、限定に行きましょう。アスタラビスタ、ベイベー。